斉藤飛鳥、伊藤真理香を語る。真理香って一言で言うとどんな人ですか？変な人。飛鳥の知ってる真理香の秘密を教えて。割と丸顔を気にしてる。昔の真理香と今の真理香、どんなところが違う？積極性。真理香との一番の思い出は？思い出なくない？私たちこれずっと考えてたんだけど。今後の真理香に期待することは？ファッションの師匠としていつ世界に羽ばたくかなって期待してます。飛鳥ありがとう。思い出ないのか。作ろうね。ドロドロの足を今拭いてる最中です。恥ずかしいよね。ダメだよ今は。昔ながらの格子柄をクールにデザインしたスタイリッシュな一着。5人の浴衣は和心リンズフルーレ浅草本店さんからお借りしました。奇跡のとばっちりを受けた伊藤真理香へのリクエストは、可愛くトウモロコシを食べてください。ちなみにすいません、斉藤飛鳥さんすいません、今食べれんのってお腹減っちゃったの。トウモロコシを、伊藤さん可愛くお願いします。いただきます。美味しい。この一本のために生きてる。うまい。あー可愛い。美味しい。頑張ったよ。恥ずかしかったね。でこれ震えちゃってる。震えちゃってる。どうしたおばあちゃん。おばあちゃん若いんだからおばあちゃん。どうぞ。続いての挑戦者は桜井キャプテン。伊藤真理香、斉藤飛鳥を語る。飛鳥って一言で言うとどんな人ですか？黒。真理香の知ってる飛鳥の秘密教えて。なんだろう。最近すごいなんか一人の空間を自分のマイワールドを作り出している。ガチなやつやめてよ。恥ずかしい。ガチじゃん。、昔のアスカと今のアスカ、どんなところが違う？なんかもう性格全部違う。違う。アスカとの一番の思い出は？さあ。いやあるよいっぱい。さあ。でもアンダーライブかな。一緒にフロントにね。そうだね。やりましたね。はい。今後のアスカに期待することは？もっと前の方に行ってください。ありがとうございます。乃木坂46の伊藤真理香と乃木斉藤飛鳥が文化放送からお送りしている乃木坂46のなに。いや一人で言ったらどうなるかな。いやすごいニヤニヤしながらこっち見てたけど。ノーはあなたもだから。ノ。はい、ここで。チームを持ちまして、手塚役、伊藤真理香さんオールアップです。勉強が苦手な